国家主権を確立する、この3つが確立できてなければ国家と言えないし、これをその守るための活動できなければ政府とは言えないんです。だから自民党の原点はそこにあるわけなので、我々はこういったものをですね、竹島一つではありません、他にも取り組んでおりますし、まあここのところ領土特命委員会は1週間に1回やらなきゃいけないほどあの問題が起きてるわけです。しかもさらに自民党時代のずっと棚上げのようなものでなんとか平穏を保ってたものが、この2年間の政権交代によってこの2年間で全てが壊れてしまいました。そしてロシアは中国韓国との連携を狙って北方領土に中国韓国資本を誘致をしています。そして中国とロシアは共同宣言を出して、第二次世界大戦は日本の帝国主義をこの懲らしめるための正義の戦いであったなどというですね、妄言を、はい、中国はそもそも北方領土が日本のものだと言っていたのに、ここで明確に方針転換をさせることになりました。韓国はやはりロシアとの連携をしながら尖閣諸島の日本政府の取り扱いを見て、この竹島問題の実効支配強化を、ね、あごめん、あの委員会ね、はい、委員会行ってください、ね、いやどうもありがとうございます、はい、そういうあの行動にあのここで急激に強力なシフトしてきたのは間違いございません、うん、これは政府による問題でもあるんです、うんうん、与野党を超えてあのきちっと運営していかなければいけない問題なんですが、一方で今私たちが野党だから言うのではなくて、日本国政府として今の政府がそういう気概とそして基本的な本質を分かった上で活動しているのかということを厳しく追及していかなければいけないと、こういうふうに思っています。あのそういう意味でですね、大変今回の3人の方の国会議員の訪問はあの意義があるし、これ問題提起としては大変重要なことだったと思います。例えばもう一つマスメディアの問題を言いますとね、ちょっと記者会見見てると意地の悪いね、まるで何かトラブルを起こしてきたようなねニュアンスで聞きたがってるメディアもいました。全部とは言いませんけれども、そういうものを考えた時、私はこの間私たちが尖閣諸島に石垣島の漁師さん30人と10隻の船で尖閣諸島の周辺で漁業活動をやった時、時事通信がまあ後で謝りましたけれども、まるで我々がトラブルを起こしたかのようなね報道をしたこういうものと非常に似てると、ごく当たり前の漁師さんの漁業活動をそういう形だから中国の監視船が来たんだみたいなね、やっぱりこのね盗作したその見方、やっぱりそしてもう一つは勇気のあるあの国会議員の皆さんをですね、国民自身が本当に応援し、かつまた自分たち自身も立ち上がってですね動いていかなきゃいけない、今回の3人の国会議員の皆さんの勇気ある行動に改めましてちょっと敬意を表しまして、本当にお忙しいと今日はありがとうございました。申し訳ありません、あの今まず佐藤先生は参議院の本会議が終わって直後に、はい、あの来てくれたし、あの稲田先生は委員会が始まるので、はい、もう始まっちゃってるのであの慌てていきまして、申し訳ありませんし、とにかくあの取り上げていただくのはありがたいことで、またあのチャンネルさくらさんは、はい、我々と同じ価値観を持っていると思いますから、はいすね、また目的を持っていると思いますので、はいまあ、ぜひですね、はいろいろと一緒に、はい行動できるところは、そうですね。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。